アントニオ・ホコは、イタリア出身のレーシングドライバー。マスメディアによっては、アントニオ・ホコと表記される場合もある。フェラーリドライバーアカデミーより、フォーミュラルの2.0アルプスへの参戦が決まり、シングルシーターへ、ステップアップする。開幕戦のレース2で、早々と初優勝を果たすと、その後も5つのレースで勝利を収め参戦初年度で、タイトルを獲得した。同年、 ゲストドライバーとして、ユーロカップフォーミュラルの2.0の第2戦スパ、フランコルシャンラウンドに、スポット参戦している。2014年は、プレマパワーチームから、FIA ヨーロッパフォーミュラ3選手権へ活動の場を、移す。前線出場し、開幕戦レース3と第8戦、レース2で優勝を飾る。合計10回の表彰台を含む255ポイントを、獲得して、 総合5位でシーズンを終えた。2015年1月23日、フォッコはカーリンモータースポーツから GP3 シリーズへの参戦が発表される。シーズンを通じて2度の任位表彰台を獲得するが優勝を果たすことはできなかった。2016年2月、カーリンモータースポーツからトライデントへの移籍を発表する。2015年6月23日、 レッドブルリンクで開催されたインシーズンテストへ参加する。スクーデリア・フェラーリの写真に乗り走行した。途中でアクシデントもあったが71周を走り込み1分11秒331をマーク。タイムでは全体の4番手を記録した。FIA 世界耐久選手権 GT ワールドチャレンジヨーロッパ耐久カップルマン24時間レーススパフランコルシャン24時間レース。 ありがとうございます。